今回はこのですね、AMG GT のモデルを3台まとめて乗せていただけるということでですね、うちもレーシングスーツを着てきてしまいました。久しぶりにですね、これスピードレースを通しますのでドキドキしていますけれども、さらにですね、AMG GT というブランドの頂点に君臨するモデルに乗せていただけるということでドキドキしてます。というわけで3台まとめてお届けしますので、皆さんぜひ最後までご覧ください。それからチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあ行ってきます。もうすでにいい音鳴ってますよね。はい、AMG GT のラインナップ全部揃えていただきましたけれども、カブリオやってないのかな、全部クーペのモデルにはなっています。ですね、今日は朝からもう AMG GT 試乗会ということでですね、かなりリッチな試乗会に参加させていただいております。もうご覧ください、もうねスポーティーという以上にかなりラグジュアリーな AMG GT、まあ、AMG のですね頂点に君臨するスポーツモデルなんですけれども、それのですね 63S のオフォードアに最初は試乗させていただきたいと思います。舞台は富士スピードウェイということで、私も久しぶりにこのレーシング装備に身を包んでおります。ドキドキ。それでは参りたいと思います。900ニュートンメーターですからね。アートラップなんで慎重に行きたいと思います。1コーナーすごいね、めちゃくちゃ曲がるやん。おほーほーほー、やばい、置いてかれる置いてかれる、体が置いてかれる。ぐるっと回っていくんですけれども、やっぱフォーマティックなので、こういうところちょっと多少単位間違えても最後こう踏み出していくと綺麗に曲がってくれるっていう特性もあります。ね、もうほんとすごいなと思うんですけど、こういうとこね、もう最後、あーもうちょっと曲がりすぎちゃって、今間違えたけど間違えたけど、普通に最後帳尻合わせてくれるんですよね。でもサーキット入門としては豪華すぎるモデルですけど、本当にね優しい車に、ね、仕上がっているのが本当すごいなって毎回思います。で、このテレメトリーのところに速度、今すごい速度出てます。200キロ超えた、140。車がめちゃめちゃフラットです。操作がめちゃめちゃスムーズで楽なんですけれども、ステアリングの補助とかもねすごいねさりげなくて、回り込むようなコーナーに入ってきた時も最後ちょっとね、こう横滑り防止機能が効いてくるって曲げて、最後ね曲げてくれるんですけれども、この曲げてくれるところがですね、本当にさりげなく制御が入ってこうブーンって言うんですけど、そのブーンって言うところがおせっかいすぎないので、個人的には本当にね、すごくね、コーナーの先をこう自分で視線でこう見てるだけでくるって回ってってくれるみたいな感じの挙動ではあります。でやっぱこう立ち上がりがすごいんですけど、普通にこう踏み込むだけでバイーンってこうね、そのスピードが出て、でもうピットロードの入り口あたりでもうすでに200キロ到達するみたいな感じです。でもう200キロになってもやっぱすごいんですけど、全然ですね、車体がぶれないし、でこっからブレーキングをかけなければいけない直線なので、結構しっかりとブレーキ踏んでも大丈夫なんですけれども、ギューッとブレーキ踏んでもですね、本当に何にも動きが破綻しないので、こういうところ性が高かったりとか、まあ、性能がそのいまいちこう、ね、構成があんまり良くない車とかだとこうブルブルッとかなったりするんですけども、全くしてもですね、スッとこう鼻先が沈んで綺麗に止まるっていうのも、フォードアでありながらめちゃめちゃスポーティーっていうね、本当贅沢すぎるこうパッケージですよね。で、まあ、もうなんて言っても2ペダルなので、トビアス・ムーアスさんが、
MG の社長でいらっしゃった時に私、インタビューしてるんですけれども、そのインタビューの時にその AMG っていうのは最もスポーティーな車であると同時にですね、最もその誰でも乗れるようなそのモデルに生まれ変わる必要があるっていうので、最初、おお、学ぶ先生が私をぶち抜いていた。本当にだから最初こそ割とこう、うわどうしようって思うんですけど、走ってるとですね、この速度にこう慣れていくので、すごいこう、なんだろう、こうその辺のドライブと同じぐらいの感覚、その延長で運転ができるっていうのが本当すごいすごい、この AMG GT のすごさだなと思ってます。実はですね、この試乗会が、モデル出たのがこれ2017年、 AMG GT 自体が出たのが2017年とかでしたっけね。でその時にですね、一般道試乗会だったんです、普通に湘南で。でその時にもうこんなに車体大きいですし、ボンネットすごい長いのに、ちゃんとね、見切りがいいっていうことに私結構感動してて、で普通にですね、こういう風にこうサーキットでね、もちろん向こう側が見えるっていうのももちろんそうなんですけど、バトルの時に見えないとダメなので、バトルの時に見えるようにですね、そのこうちゃんとボンネットが見渡せるというのもそうですし、それって一般道でもそうだったんですよ。ならないでよって、すごい滑らかですよ、本当すごいな、これ本当すごいな。おお、今聞きましたね、横滑り防止機能までブーって聞きましたけれども、その聞いたおかげでですね、綺麗に今スッとノーズが入って、この最終コーナー立ち上がることができました。最終コーナー結構大回りしているので、その車速の調整難しいんですけれども、かなりねスムーズに楽に運転ができるなというような感じです。いやー、引き上がってる、楽しいね。はい、というわけでですね、今日1台目乗りましたのが AMG GT の 63S 4ドアということでですね、外から見るとこの大きさですよ。あんなにコーナーをくるんくるん曲がってたのに、このサイズですからね、そのボンネットの見切りの良さとか、それからですね、デザインの美しさ、それからハンドリングのすごいスムースなところとか、やっぱり、ね、頂点に君臨するモデルってやっぱすごいなって、いろんな意味で、ね、迫力あるというかね、押し出し感がありますよね。何回も見たの、ちょっとこう見てみましょうか。